けかに来ないで持っていけます。フルーツをグラスに入れるそうです。これは景品と交換できるそうです。このボールでそこから投げてこの真ん中の3番に入ったら良いです。じゃあ行きます。ねえ、やりすぎなんだ。あ、これ行くんじゃない。めっちゃ惜しかったんだけど。1ユーロもらいました。フィッシングといって、まず1枚取るといい。あ、行きました。はい、あ、すごい2キロです。おー、ありがとうございます。最初2キロでした。では今から私たち5人でポムポムプリンと一緒にヒップホップラジオ体操をしていきたいと思います。どうぞ。今この出てきたポムポムプリンの衣装がヒップホップの衣装だそうで、なかなか見れない貴重な姿レアですよ。皆さん目に焼き付けましょう。行ってきます。バイバイ。はい、ポムポムプリンとヒップホップラジオ体操やってきました。めっちゃ楽しかった。楽しかった。ヒップホップラジオ体操は今年から始まったイベントだそうですよ。次行きましょう。どうぞ。ここはアイランドカフェです。え、行きました。で、まずここにメニューがあるんですけども、全部美味しい。これがコールドストーンさんとコラボしたアイスキャンディー。めっちゃ美味しそう。キャラクターのアイス、あとチュロス、団子、タピオカ、あとカラフルチーズだって。めっちゃ美味しそう。溶けない、溶けないアイスも気になる。今頼んだものたちが来ました。すごく美味しそう。全部今トーロランドではデザートフェスというものを開催しておりまして、そのデザートフェスのメニューとなっております。同時に肉フェスとかもやってるみたいで、さっき食べたカレーとかも肉フェスの中の一つのメニューになっています。じゃあ食べていきましょう。行きましょう。はい、手を合わせてください。いただきます。いただきます。これ写真撮りたいね。これはコールドストーンとコラボの商品です。めっちゃ美味しそうです。私めっちゃマンゴー好きなんですけど、ここはグレタマなんですよ。塩キャラメル味のチュロスで、ここにホイップがついてるんですけど、ここにリップして食べても美味しいと思います。なんかいろんな色入ってる。本当だ、もっとカラフルになった。なんか塩気とキャラメルの味がめっちゃ美味しい。まろやかよりはマッチしてます。サラサラ、タピオカの飲み物っていうよりはジュースって感じ。美味しい。はい、では最後についにキティちゃんに会いに来ました。今ここはキティちゃんのお家なんですけども、今キティちゃんの家にお邪魔しているので、巡っていきましょう。みんなでめっちゃ巡る。この花びらなんですけど、キティちゃんは今年で45周年だっていうことで、期間限定のイベントになってます。1枚ずつみんなで撮って花びらを飾るみたいです。今年本当に来ました。お花のシャンデリア、はい、何人のたくさんの花びらが何万人何十万人待っております。じゃあ入れていきましょう。はい、入った。じゃあめっちゃ入った。上がります。キティちゃんが着物着てるんですよ。めっちゃ可愛いんですよ。
45周年の特別のドレスなんだそうです。本当は衣装4つあるんですけど、私たちが撮ったのは特別な45周年のドレスなので、いいタイミングですね。めっちゃ可愛かった。フリフリでぐでたまランドに来ました。入り口にぐでたまが待ち構えてます。歩いて自分で回るアトラクションです。そう、ミニゲームとミニゲームが楽しめるそうです。早速です。わエコのパスポートです。ぐでたま、後ろにはキキララのダダちゃんがかわいい。ユナって登録しました。かわいい。何人も入っちゃって空港なんですって。ここ入国のね、パスポートをもらいました。かわいい。パスポートまでおしゃれ。本当にグレタマの国ですよ。かわいい。帰国審査かわいい。グレタマパスポート置いてくださいとか。お姉さん、まだゲームが全部終わってません。最後に置くやつなんだ。じゃあ全部待ってこう。ユネボールっていうボーリングをやってきます。チャンネル登録、通知オン。よろしくお願いします。バイバーイ。